今、仙台空港に機体が到着しました。これから航空機誘導、マーシャリングの業務を行うのは、昨日日本航空の資格を取得した作業員です。今日が初めてだということです。着陸した航空機を誘導するマーシャリング業務。今日業務に当たっていたのは、仙台空港では初めてとなる共通化された資格の取得者です。全日空と日本航空は先月1日から航空機の誘導や荷物の積み下ろしなどの地上業務、グランドハンドリングについて必要な資格を相互に承認する運用を始め、実質的に共通化しました。これまでグランドハンドリングを担う委託業者の作業員は、同じ作業であっても航空会社ごとに個別の資格を取る必要がありましたが、今年度からは一方の会社の資格があればもう一方の会社の資格を一から取り直す必要はなくなりました。効率的に、資格を取ることができましたので、今の若手の方たちも資格を取って、仕事の幅がとても広がると思いますので、とてもいいことだと思います。仙台空港でグランドハンドリング業務を請け負う日本通運では、コロナ禍による航空需要の低迷で10人ほどの退職者が出ましたが、今は逆に需要の急な回復により人手不足が課題となっています。資格を育成していく中で、時間の短縮、これが一番のメリットだと考えております。ライン投入も、早期に実現できるのかと思っております。で、若い方、こちらの方も、その教育時間の短縮、これは、モチベーションにつながっていくのかなと思っております。現在実質的に共通化されているのは、積み荷を下ろすベルトローダーや航空機を誘導するマーシャリングなど7つの資格で、全日空と日本航空は今後対象資格の拡充も検討しているということです。